1月24日今日、はい、今日はワインのセミナーでございます。テラベールさんね、分かります。生産者はイタリアのダリオ・プリンチッチなんですね。オレンジワイン系ですね。これですね、はい。ちょっと結構オレンジビオビオしい感じの、まあ、オレンジワインも結構やっぱり今はどん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 こう来てますしね。それこそジョージアだったりとか今トレンドの一つでございますので、バッチリ報告できればと思っておりますので、はい、行ってきます。うっす、発表があります。Totalmente diversi e ha un gusto totalmente diverso. È un tanino, invece questo tanino è molto simile al nostro vino. Ah, no, 自分たちの土地で採れたあの木だるを使ってみて分かったことは、すごくその自分のブドウに合いやすい、あの同じ土地で育った、まあ、同じ土壌で育ったあの木だと、あの、まあ、自分たちのブドウの、まあ、同じ土壌で育っているので、ブドウの味を邪魔しないような気がしました。でフランスがイタリアのワインを受け入れるということは、まあ、ケースとして少ないので、e ho tanti vignaioli francesi che vengono a imparare da noi in Slavia come si può fare vino macerato. Dario Princici Bianco Iacotto 2015年。はい。Iacotto 逆から読むと都会。ね、そうですね。なんで都会なんでしたっけ？都会フリューランっていう品種なんですけど、はい、ちょっと都会のブルミントです、都会と間違えられちゃうんで、はい、使っちゃいけなくなっちゃう。今フリューランです。つまりはフラグラン、はい、フリューラン。これもヤーコトミスのは多分そういう理由から来てるんじゃないかな。さっき聞いたやつを受け売りを。受け売りを。ありがとうございます。俺の知識だからそれ。勉強になりました。ありがとうございます。はいはい、知識いただきました。美味しいですね、いい香りですね。ちょっとオレンジビールみたいな、ちょっとオレンジの皮ですね。はい、もうダリオプリンチッチもオレンジは自然派の本当に有名な方ですからね。あの少し安っぽいんですけど、ポカリスエットみたいなこう、うん、みずみずしさというか、スッと入るような、うまいね、うまいっすね。あ、飲んだね。美味しいレモネードみたいな。あありありやつ、まあ、いいですね。じゃあちょっとレモネード飲めばいいじゃんって思うんですけど、これは違うんです。深みがあるんです。深みが違うね。全然深みが違う。ご機嫌ですね、これは飲んじゃうとね。フリグラーノ素晴らしいワインです。ちょっと雰囲気的にあのアルザスのミスカとかに味わいが似てるかなと思います。華やかな香りがね、はい、本当に結構あまりオレンジワインに慣れてない方でもこれはすごく香りがいいので、はい、ぜひこれでまずオレンジワインに慣れてみるというのもありかもしれませんね。ちょっと根菜系の料理とかフォアグラとかもちょっと合わせてみたいですか。結構ねしっかりした味わいにも絶対負けないようなワインでございます。ソムリンポイント忘れてました。忘れてました。お値段5800円。ソムリンポイントが5.23ぐらいですか、ね、そうだね、うん、素晴らしいワインです。いいワインですね。ダリオプリンチッチ、はい、ピノロッソ3400円、ノンヴィンテージ。一応赤でノンヴィンテージってまた珍しいし、全ヴィンテージとアッサンブラージュと書いてあるんで、多分2016と15とか、うん、そんな感じですか。14か15だと思います。まあ近いところでアッサンブラージュしながら、はい、ってことですね。あ、すごい果実味ですね。酸の、本当果実のいいフレッシュな酸と、ちょっとセミドライン系の感じのニュアンスですね。いいよ。うん。うまいっすね、ジューシーさ。あ、これね、こう撮影しながら、ね、自分の口に広がるね、アフターフレーバーにね、これはやられてます。素晴らしいです、これ。うまい。
これ3400円3400円なら安いですね。安いよ。もちろんね、高いものもあるんだけどね、僕たちはこの、ね、安いものをご紹介したい。あ、花火だよ。はい、とりあえずソムリンポイントは、ソムリンポイント4、ちょっと2ぐらいいってもいい。 4.2 ぐらいにしましょうか。美味しい、素晴らしいわね。和田さんです。湯飲みの貴公子。今日これだからちょうど良さそうな感じ。なんか超柔らかくなる、ね、結構やっぱり時期で飲むとやっぱりワインが分かりやすく、まあ、ばらけるというか要素がこう出てくるじゃないですか。まあ、結構時期好きなんですよね、飲むのは。これが、半分時期、半分陶器みたいなやつ。あ、そうなんですね。ちょっとしみこ。陶器っぽい要素だと、結構こう下に行く感じの味が中心になって、時期っぽいと、結構上に行く要素もちゃんと行くんだけど、両方入ってるからすごい。まあ、捨てないんですけどね。個人の和田さん、名店さん、有名人。私なんて和田だからね。勉強になりました。色のグラスも変えながら試したりするのも面白いと思います。ありがとうございます。寒いですね。もう夕日でございます。はい、お疲れ様でございます。フェンチッチうまかったですね。ちょっと万人受けはしないですか。はい、間違いなく万人受けはしませんね。残念ながらね、やっぱりオレンジワインだったりとか結構醸しが長いってなると好きな人嫌いな人がいろいろ出てくると思うんですけども、非常にいいものもあります。本当にぜひね、あの味わいも皆さんに理解してもらえればなっていうふうに思うソムリン2人でございます。できれば開けて3時間以内ぐらい飲んでもらったらいいかもしれないですね。結構変化が激しいんですよ。ちょっとグラスワインには使えない。確かにグラスワインでは使おうと思ったらなかなか厳しい。寒い。いやちょっと変化が激しい。そこが面白いですか。そうだね。なんか本当ボトル1本開けてずっとゆっくり飲んで変化を見るっていう風にする楽しみ方っていうのができるワインだと思います。ぜひそれで楽しんでもらいたいですね。はい、ということで今日は、はい、え、来週です。来週、はい、来週は、ジェロボムさんとミクニワインさん、月曜日楽しみなやつです。行ってきますので、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、どうも。